はい、どうもこんにちは、偉い店長です。海流木村です。今日はですね、噂の資産家の謎の出資家、あの海流木村氏にね、来ていただきましたんで、いろいろ話聞いていきたいと思います。ちょっと顔出せねえじゃん、この通りモザイク出せちゃってるんですけども、自己紹介というかしていただいてよろしいですか。はい、私今年で28歳になる不動産投資家兼工務店とまではいかないですけど、その工事業者といいますか、職人をやっております。まあ、ベーシックインカムハウスとか、しょぼい喫茶店とかを、まあ、作ったとか出資した方なんですけれども、どういうふうにその儲けたというか、まあ、結構若いわけじゃないですか。もともと資産家だったんですか。まあ、私は高校卒業してちょっとまあ会社勤めをしてまして、で、まあ、その会社っていうのが不動産の管理会社だったんですね。まあ、そこで、まあ、下働きといいますか、まあ、いろいろ職人的な動きをしてまして、でその中でまあ社長さんの人脈で、まあ、ちょっと不動産買わないかと。なるほど。そこから不動産投資家として道が始まって、で気づいたらこうなって、まあ、いつの間にかメニューだったのが海流になってしまった。ぶっちゃけ年収っていくらぐらいなの。年収は去年は、去年は2億円ぐらいですすごい年収2億で、すごい世界観で、今資産っていうかそのため溜まってる、まあまあ、いろいろ不動産とかって話あると思うんですけども、おいくらぐらいとか。その純資産でいうと大体5億円ぐらいですね。なるほど、お金持ち。今回、まあ、2件、まあ、出資してどうだったですか。面白かった。面白かった。もう、本当にただただ面白くて、なんかお金出してよかったなっていう。ああ、よかったよかった。なんか今後そのどういうことに出資したいとか、まあ、やっていきたいとか、仕事とか、そういうことを教えていただきたいなと思います。まあ、エラテンさんの界隈面白い方が多いので、まあ、何かやりたいなって子がいたら、まあ、その子に多少、ね、投げてきない。なんかちょこちょこ中学生に、ね、パソコン買ってたりなんですけれども、まあ、この時顔出し NG なんですけれども、会ってみてもこの通り、ね、雰囲気、優しい感じの人物なんで、もちろんね、優しいだけでは5億円稼げないわけですから、まあ、怖いところももちろんあるんですけれどもあのその辺ね、ぜひいろいろ皆さんも会ってみたらよろしいんじゃないかなと思います。ぜひね、直接でも連絡してみてください。じゃあこれで、終わります。ありがとうございました。チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録1000人いかないと、広告収入がもらえないという世界があって、今560人くらいなんですね。ぜひぜひ皆さんもよろしくお願いします。こういう辺でね、面白い人とか面白い場所とか、紹介していく動画を今後も上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で今日はありがとうございました。ありがとうございました。